臨床美術史の方々から話題を提供していただく新企画、この川のほとりプロジェクト、行く先を知らずにトークトーク。今日のゲストは埼玉県さいたま市にお住まいで臨床美術史として働いておられる金子素子さん。さあ、どんなお話を伺えるか楽しみながら始めてまいりましょう。こんにちは、はい、こんにちは。お名前とそして今活動している地域というか、はい、それをちょっと教えてください。はい、金子素子と申します。埼玉県さいたま市で活動しています。そもそも5級の養成講座を受けようと思った理由っていうのは何なんですか？私はもともと幼稚園の先生をしてたんですけど、幼稚園でやっている工作とか造形とかがこういまいち面白くなくて、子どもが遊びの中で自由に作ってくるものの方がずっと面白いんですよ。なるほどね。で、ね、せっかく会議して企画して準備もして制作とか活動をやっているのに、なんかこうどうして面白くないんだろう。なんで子どもが自由にやってくるものの方が面白いし、これをやらせてあげられなかったら何のために保育してるんだろうってなるほど、ね、ずっと思っていて、ね、造形の結構研修とかもいろいろ行ったんですけど、あまりこうピンとくるものはなくて。そうですか。で、ある日本屋さんで、なんかこう幼稚園の先生8年ぐらいやっていて、なんかまたちょっとこう新しく自分で勉強とかをしようかなと思って、なんかこう資格ガイドみたいな資格の本を本屋でパラパラってめくっていたら、そこに臨床美術史って載ってたんですよ。あ、そうなんだ。こんな資格あるんだと思って、それでインターネットで調べて、でどうやらお茶の水でこう体験ができるらしい。でそれに申し込んで、すごい音のアナログ画を体験で書かせていただいたんですけど、そう、こんな書き方あったんだって本当に、びっくりしたし、ああこれだって、これを子どもたちにやらせたいって思った感動とかはもうずっと変わらなくて、でも最初から産休までやるつもりで仕事を辞めてしまったので。あ、そうだったの。すごい、でも楽しかったですね。本当にプロになるのすごい大変だなと思いながらも、すごい楽しかったです、養成講座は。なるほどね。5級4級3級ってそうするとある程度連続的にこう取っていったわけだ。でも一気にそういうふうにやりながら実際に活動というかボランティア的なものもあったでしょうし、現場にはどのくらいの時から出たんですか？はい、そうすると5級をやりながら、地元で公民館とかを借りて、幼稚園 の卒園生とか、友人の子供とか、もう知り合いに声をかけて、はい、現場はやっていましたね。あ、そうだったんだ。はい、とにかく楽しかったんですよね。そうですか。すごく面白いと思った市臨床美術、これをやっぱりこういろんな人にやってほしいと思ったし、あとこうそうですよね、幼稚園の保育と一緒で現場でしか絶対学べないと思ったので。そうかもね。なるほど。まあ5級4級3級って学んでいく中で、こう心に残ったことっていうのはそれぞれの級でありましたか？何か心に残ったこと、関根先生の授業をすごく覚えてます。あれ5級でしたね。5級ね。そうか、覚えてます。あと私はまだ金子先生に直接授業を受けられたので。あ、そうだったんだね。すごく級の、一番授業の最初の回は金子先生の回っていう、そうでしたね。5級でも4級でも3級でも、それも、一通り受けられたので。そうでしたか。僕、今思うとすごい、あの時受けてよかったな。そうだよね、宝物のようだよね。だってもういらっしゃらないんですもんね、今ね。金子先生とのそのレッスンの中で印象的な言葉とか印象的な出来事ってありましたか？
最初からこう積極的にもう実践をしているっていうのをすごい褒めていただいたり、はい、勢いがあってよろしいみたいな。今日は最後の試験ですかね、うんうん、修了試験の時に、うんうん、私が作ったプログラムすごい面白いって言ってくださって。そうでしたか、うん、はい、これ参考にしてもいいかなとか。そうだった。そういう、なんでしょうね、本当に素人というかこんな、ね、勉強し始めて間もない私が作ったものをすっごい褒めて、面白いねって、参考にしていいって、うんうん、なんかそういう本当になんか同じ目線に立ってくださるというか。そうですね、結構茶目っ気がありましたよね、あの人 ね、 すごくね。そうですね、ユニークな方で。、ね、そう、その、うん、なんか笑った顔とかすごい覚えてます。そうですね、温かい人でしたよね。今の現場というのは具体的にはどういう感じの現場なんですか？今は、障害者の方の現場が一番多くて。そうですか、うん、はい、大人の障害者の通所の施設に3カ所行っているのと、うんうんうん、そうですか、はい、あとは、埼玉の団体の美少美術埼玉という団体で、うん、はいはい、アトリエを借りて、そこで大人のクラスと、うんうん、子どもの親子クラスをやっています。うんうん、あ、そうですか、うんうん、はい。なるべくこうこっちも構えないで、うん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 、あとはこう教えようとか言うんじゃなくて、本当に、うんうん、目の高さですかね。そうすると。そうですね。あとはこう、うん、まあ、会えて嬉しいですみたいな。あ、はいはいはい、こう強制しないというか、話したりすると。なんかこう型にはまったような感じで、うん、そうかもしれませんね。うんうん、そうですね。困らないようにこう、うん、なるべくこう自然な感じで、でも、あ、そうかそうか、心を忘れず、うん、声をか、ね、まあ、声をかけたいなとは思っています。そうですね。うん、元子さんの、作品の中でこれとっても印象的なものなんですけどとか、そういうのってある？なんかこれまさにあの呼吸の時のキュウリです。おお、これが、あのやっぱ良感側も感動したんですけど、うん、これで書いてトリミングするんですよね、切る、うんうん、そのなんか最後に書いたものを切って仕上げるっていうのすごいびっくりしたのと、うん、なんか切ることでこう視点が変わる、うんうんうん、面白さっていう、なんかトリミングするっていう、そうね、切り出すわけですよね。そうなんですよね、うん、そういうプログラムはいろいろ臨床美術にあるんですけど、うんうん、トリミングするのはすごく好きで。なるほど。それがなんか最初にトリミングした作品です。最後に鉛筆で輪郭を、うん、鉛筆で輪郭を取るんですけど、うんうん、あんまりないプログラム、旅館の中では多分キュウリぐらいしかなくて。あ、そうかそうか、うん、最後に鉛筆の線が入るっていうのが面白かったのと、うん、シュッて閉まるよね。うん、現場でやるときにやっぱすごくそれぞれのタッチが出る。あ、なるほど。鉛筆の線が、うーん、なるほどね。で、すごく何でしょう、臨床美術を知って、私本当に子どもの線の違いがすごい見えたというか。あ、なるほど、はいはいはい、はい、今まで見えてなかった。なんかこう、うんうん、やっぱりいっぱい描けてるなとか、カラフルだなとか、うんうんうん、やっぱりできる、うん、得意不得意とか、できてるできてないって見てたなみたいな、うんうん、線そのものに特徴があるってことだよね。線そのものがこんなに違うんだっていう、うん、はいはい、すごく感動したので、ね、うん、なるほどね。なんかそういう線が出るプログラムが好きで。ね、そうか、うん、鉛筆だけのプログラムなんですけど、うん、それでもやっぱりすごくタッチが分かるというか。そうですね、ね、うんうんうん、すごくこうシンプルな画材なんですけど、うん、奥が深くて、子供から大人まで本当に障害があっても、うんうん、その人の手にしか絶対描けない線、描けないものがね、うん、すごく毎回感動するの で、 で、ね、いや本当そうですね。線、うん、線がこう、線が分かる、線が分かるとね、はいはい、うん、そういうプログラムがすごい好きです、ね、うん、ありがとうございます。その国級4級を受けながら、うん、地元でこう地元公民館借りてやってた時に、うんうん、
同僚の先生のお子さんが受けに来てくれて、その子が当時小学校5年生だったんですよ。その子が大学生になってから連絡をくれて、今心理学の勉強をしていると、で、あの時で心理学の勉強をしてとフリースクールでアルバイトをしているんだけども、なるほど、なんかこう自分があの時小学生の時に書いたキュウリが忘れられない、本当に、おお。それをやっぱ子どもたちにこう受けさせてあげたいと思うので、こう来てもらえませんかって。ただ一回なんですけど、ずっと覚えてて作品も持っててくれて、あ、そうだった。すごく楽しかったって言ってくれて、そうで、大学生になって、そう。現場もあの木村君にこう見学にも来てくれて、あ、そうでしたか。そうですね。なんかこんなことあるんだなっていうか、そのたった1回でも、それはでもずっと残ってるってこともあるんだなって。そうですね、その人の人生の中でとっても大事なキュウリですね、それは。そうそうねえ、そうなんです。人生を変えるぐらい大きなキュウリですね。でもそういう働きをしてるんだよね、毎回毎回。あ、そのエピソードはとってもいいエピソードですね。でもね、印象深い、言ってくる人もいるけど、言ってこないけど同じような経験してる人いっぱいいると思うんだよね。今まで高齢者の現場とか、はい、やっぱり障害者の現場とかにご縁があって、そちらが長かったんですけど、そうですね、でもあの来年から新しく子ども園で現場が、おお、そうですか、はい、定期的な子ども園での現場ができることになったので。あ、よかったですね、それは。そうですね、久しぶりに子どもの現場を本当に一生懸命初心を忘れずにやってみたいなと、ね、なるほど。お父さんにとって臨床美術って何だと思います？最初に養成講座を受けた時からずっと思っているのは、こうつながりが大事な、つながりが大事、人と人をつなぐものだなって自分がすごく思ったのと、あとこうアートと人をつなぐ仕事なんだなと思っていて、アートと人をつなぐね、人と人をつなぎ、ね、アートと人をつなぐ、そう、アートで人と人もつなぐし、アートをあまりこう知らない人とアートをつなぐ仕事でもあるし、あとやっぱり参加者さんとご家族がいる現場にもずっと出てたんですけど、参加者さんとご家族をつなぐこともできるし、参加者さん同士をつなぐこともできて、なんかこうつながるとすごくいい雰囲気になる。そうですよね、絆作りみたいな感じだね、それって。そうですね、つなぐお仕事だなと思ってやってます。そうですね、あ、いいですね、ぜひこれからも頑張って精力的にね、子どもに対しても高齢者の方に対しても、はい、引っ張っていってほしいと思います。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。